リーパリ諸島の海戦、またはリーパリ港の戦いは、第一次ポエニ戦争におけるカルタゴと共和制ローマの最初の海戦である。カルタゴ海軍の勝利に終わったが、これは正面からの激突ではなく待ち伏せ攻撃の結果であった。アグリゲントムの戦いを含むシチリア島での陸戦の勝利の後、ローマは地中海を制圧するための艦隊の建造に乗り出した。 二ヶ月という短期間の間に、ローマは約150隻の三段回線と五段回線を建造し、兵を訓練するという命令を出した。ローマ貴族のグナエウス・コルネリウス・スキピオが最初に、完成した17隻からなる艦隊の指揮官となり、メッサナに向けて出版した。スキピオが海峡にあった時に、カルタゴ側にあったディーパリの中東兵がローマに降伏したがっているとの、 情報が届いた。次に起こったことは、カルタ語の不誠実な行いとされるが、詳細は不明でまた親、ローマ的な情報源によるものがほとんどである。ローマの水兵たちは、多少の会場での経験を積んだという程度ではあったが、スキッピオは、戦闘を行わずに、この重要な港を手に入れるという誘惑にかられ、ディーパリに向かった。 その心臓されたばかりのローマ艦隊が港に入ると、ハンニバルギスこと、ボーデスが指揮するカルタゴ艦隊の一部が待ち伏せしていたか、あるいはローマ海軍の動きを伝えられており、奇襲攻撃をかけた。ボーデスは20隻からなる艦隊を有しており、港内のローマ艦隊を封鎖した。スキピオとその艦隊はわずかに抵抗したのみであった。経験不十分な乗員はパニックを起こして脱走し、 スキピオ自身も捕虜となった。偽情報を容易に信じてしまったスキピオは、軽蔑的にアシナというアグノウメンを与えられたが、これはロバという意味である。アシナというのは女性名詞であるため、さらに部別的なものになった。リープラの敗戦は、第一次ポエニ戦争に決着をつけたわけではなく、スキピオ・アシナの経歴を終わらせたものではなかった。 自責失勢官のガイウス・デュリウスが率いたローマ、残存艦隊は、未来沖の海戦で勝利を収めた。スキッピオ・アシナも、紀元前254年に失勢官に復活している。ありがとうございます。